走る風のように海を渡る波のように僕は歌を歌いたい心のままに大声で不思議な君との縁起とか月と話した夜のこと忘れられない忘れないいつまでも美しい歌
違いさ。お前は勝手な幸せ信じない。どちらかが決意して家を出る時が来た。全てお前の数字がひどい。もう一度話しようと思ったけれど、その時俺はアパートを出てた。お前は何にも持ってないさ。ナッシュビルから手紙を書くよ。俺のただ一人の女へ。
それではこれから企画演奏の時間にしたいと思います。まずは尾崎ひろし君、ワン、ツー、ワン、ツー、ひろし。鳴らす人、まるで今日は祝い
ビールまでごちそうになっちゃって勝手に飲んでるんだって。最後はね、皆さんご存知だと思いますが、青空はね、私の青空、夕暮れに本当に私の青空、これを持ってきましょうね。 Cool.
来てくれてありがとう。年度末いろいろ大変なのに、確定申告もあるし、うちはまだ終わってない。でもあれは期限切れ、期限過ぎてもまだ大丈夫なんだってさ。ただ還付金が遅くなる、そろそろ深刻に行こう。人生だけは深刻にあまりならずにね、とぼとぼと言っていきましょう、yeah。3月7日はアドマチ天国にてよ、とっても面白いおじいちゃんだから。バババババ長谷川さん、長谷川さん、長谷川さん、ありがとう。これからもよろしくお願いします。お客さん一人ずつにみんな名前呼びたいけど知らない、知らないから呼べない、しょうがない。でも感謝してます、ありがとう。今度僕ですがまたライブに来てくださいね、ありがとう。これいつまでやってないやつだ。そろそろお開きにしましょう、ありがとう。